やべ、遅れちゃった。バッテリーないんですけど。わかりました。おーいしょうまい。おーいしょ。頑張れー。誰か予備のバッテリーどこにあるか知ってますか？
あーって。でね、
し。はい、いける。前半わかんないです。前半ギリギリ。はい、どうですか。多分持ちます。じゃあ頑張っておやすみなさい。じゃあさよなら、お疲れ様です。まだ秋が日曜日に対してどうか。あの人うまいな。ありがとう。危ない。何水曜リーグなんていうの、毎週社会人リーグまだじゃないけど、なんか毎週金曜日の夜と日曜日の夜、そのこんなリーグみたいなのがあって、それに出たりはしてた。なんで会社同士、企業同士、やりたい人だけ、もうやりたい人だけみたいな集まってみたいな。全然知らん、絶対知らんよ俺。なんかほんとちっちゃい中小企業だから。絶対営業マンとかやったらすごい業績出そう。だせえだせえ。でも営業やってた昔。でしょ、うん、営業やってた。小売店のバイヤーさんに使ってもらう卸売り。はい。卸売りやってた。ノルマあったんですか。ノルマあった。辛かったよ、めっちゃめっちゃ辛かった。ほんに余裕で行ったけど、給料ボーナス全然上がらんくてだるってなって4年。マリアのマリア。ホントだ、ハーランのスパイかっこいいな。ちなみに1点目アーロン。マジか、やる。アーロンやるやん。やばい、アーロンノリに乗ってる。顔が走り方アーロン一回ピンで撮ってみよう。俺ピンで顔か走り方ナイス。これブレてんのかな。ここは大丈夫かな。社会人なんでやってたっぽかった。だって4年、ちょうど勤めて、ああそういうこと。4年もやってなくていきなりやってあれぐらいできないでしょ。確かにちょっとしんどかった。ちょっとだけほんま週に何回かやったけど、でもこれでもきつかった。ほんとにもう息できんってか、もうほんとこの辺とかもなんかマジしてたもん。ほんまに息できなすぎてこれまあなんか痙攣してるわ。最初はね、最初辛くて頭なくなってくるんだ。ちょっと走るわ。ほんまに牛じゃんとあんま吸わないんだよ。
日本でも釣ってなかった。長いことこう長距離を走れるんだけど、この反発で走れるのは俺すぐ体力落ちるんだよ。おじさんの証拠。間違いない。27やからね。あでも全然じゃない。おっさんやで、ほんまに。ゴーと同い年やもん。ゴーと。タメっすか。そうやで、ゴーとタメやで。この顔でゴーとタメや。どう考えたらあの人遊びすぎでしょ。いや間違いない。遊びすぎ。間違いない。あの遊びに遊びに。まあ今までやつはあの人最近遊び始めるとか半端ないですよ。半端ないよね。半端ない。え、でも最近やろ。最近ですよ、多分。見えねえな、見えねえな。こう間違いない。俺最初23頭ぐらいと思ったもんね。4ぐらい。うん。週で22?ユータだったんだよ。あれ今ユータだったんだよ。ユータ、マグロ、あ、そっか。あとユキちゃん。マジで僕なのユキちゃん。おー、俺の弟の1個上やねん。じゃあ弟1個。そう、弟1個。こんな感じだけど、実は長男でさ、弟1人だけ。でも長男っぽいっすね。ほんま？めっちゃ長男っぽい。ほんま？ありがとう。めっちゃ面倒見えじゃない。どこが周り見えてる。見えてる。あざっす。あざっす。僕、親父の仕事の都合で、親父の同僚みたいな、部下みたいなと、いっぱい連れて、サラリーマンの出勤してたから、小さい頃からやってた。すげえ、そう。気使ってそうみたいな。すごい、なんか常に張り巡らせてる。見てるとこ見てる。おっちゃん。おっちゃんの仕事の都合でこっち来たみたいな。そう、親父ね、海外いろいろあって。銀行員だな。銀行マン。普通に。おお、入ったわ。しかも、アーロンじゃね。アーロンやるね。アーロン調子いいな。彼女とも調子よくて、サッカーも調子よくて、両方とも調子いいやん。ピアノも調子よくて仕事見つかったですね。あ、やべ、全然違うとこだった、やべ。いけるやろみたいな。なんかさ、フットサルの方が体力使うくない？フットサルの方が気抜けない。ああ、確かに確かに。
サッカーってさ、逆でボール取ってる時ってさ、あーみたいなんだけど、誰るそんな気はんねんけど、常にやもんね。一人サボったら取られるもんね。違うよ、それ一瞬、一瞬のマークズレで、マークのズレですぐ取られるもんね。違う、そう、あいつ誰よりも顔でかいから。前にいるんやん。絶対的にでかいやつ。さっきのチームなんかクリロナみたいなムキムキみたいなやつが前にいるみたいな。後ろパス出す半端。帰ってきた。あれだ。バイトしかしてないマジ。バーのから返事ないよ。もう皆無にないね。皆無にない。ビビったマジで。あれあの後でなんか一回あのミスタービーンズ周囲にあって会って、それ返事なんか帰ってなんか俺のこと覚えてるって聞いたら覚えてるよって返事返してくれないからなんか悲しいと思ってた泣いてたよみたいな感じでゴーが言ったんよ、ユースケ泣いてたよみたいな、じゃあみたいな感じでかなりあしらわれる、完全にあしらわれる。27歳あしらわれる、21歳にあしらわれるっていう。みたいな、なんか そういうつもりじゃなくて普通に友達になれるかなと思ってたのにあしらわれる。あっちがちょっとなんていうの、過剰に気にしすぎちゃった。そうあ、なんかちょっと話しかけただけでこいつグイグイ来たなみたいななってて、ちょっと俺も眩しいかなかもしれんね。そんな何時間上がったからいいかも。ゴーめっちゃ怒ってる。ゴー怒ってる。シュアもずっともうあれ奥さんともずっといいね、なんかいいな、このなんか新婚生活いいな。でも一緒に住んでんの今。一緒に住んでます。いいね。今月末に日本行っ
その親御さんに親御さんもあれもあるメンツもあるからちょっと日本でもちょっとなんかやったりとか。あ、そっか。サンキュー。あ、そっか。親御さんこっちまで来れないんだ。来たんですけど、でも相手の友達